はい、どうもミトカラチャンネルのミトです。今回はですね、もうすぐ来る第3弾のねアップデの、追加モンスターを予想して、そのモンスターたちの対策装備を作ってみました。で、今から喋る内容はまあ僕の勝手なね完全な予測なので、まああくまでもね参考程度に見てください。でまあ早速なんですけど、追加モンスターがね、追加モンスターに襲います。じゃあ3体います。まあ1体目、もうこれは結構言われてるんだけど、バルファルク、そして2体目がキリン、そして3体目が主系のモンスターで主人ヨガです。でまあこの3体が来るかなという予想をもとに、あくまで予想です、予想をもとに、対策装備を作ってみたので、ぜひ見てみてください。はい、じゃあそれでは見ていこう。はい、最初はですね、まあもう勝手な予想のねバルファルク、もうバルファルクの対策装備を作ってみました。スラッシュアックスので、バルファルクはね、あの過去にモンスターハンターダブルクロスっていう作品で登場していて、まあ特徴を言うと全属性に強い耐性を持っていると。で古竜なんですけど、竜属性が効かない珍しい感じですね。で、まあ有効なのがまあ毒が有効なので、そのまあ毒を生かしたスラッシュアックスの装備を作ってみました。でまあバルファルクはもうね、昔めっちゃ勝ったね、超苦労した、本当に強い、マジで行動がすごい早い。でまあ飛ぶね、まあ見たことない人はね YouTube で検索してください。そしたらもう吉山さんのね動画出てくるんで、もう本当に強いから、そのバルファルコのまあ昔の行動とかを元に作ってみました。でまあ早速紹介していきます。で、使うスラッシュアックスがまあもうスラーグ使いではね定番のこのナルガクルガのスラーグですね。まあ毒属性ついて白ひじで回収率も強いと。で頭からオロミドエスヘルム、ジュラメイル、オロミドエスアームで、腰がオロミドエスコイルで、足がインゴットのエスグリープです。で花結びはもうこれ毎回いいけど適当でいいですね。僕はこれがいいですね。体力の上昇幅がでかいので、生存やっぱり初見のモンスターはやっぱ3を通しがちなので、まあ生存に少し振った方がいいかなと思います。でまあ五石はこんな感じですね。でまあ詳しく見ていきましょう。でですね、武器の百竜スキルはまあ会心率強化を入れてます。まあ攻撃力でもいいけども、ここはお好みですね。僕は会心率強化を入れてます。で大事なのはこっちの全身のスキル、上から見ていきます。攻撃レベル7、毒属性強化レベル3、強化持続レベル3、回生のレベル3で、気絶耐性レベル3、砥石使用高速化レベル3で、高速変形レベル3ですね。でまあ見切りに関してはまあおまけでついてきて、回避距離アップも装備と墓石でついてますね。でこの腹減り耐性はまあスロットが1個余ってるので、もしマルチで行く人はここに耐性子をつけてひるみ軽減を入れてもいいかなと思います。でまあ攻撃レベル7、まあこれは火力スキルだね。で毒属性強化もここら辺は必須かな。で攻撃はレベル7にできない人はまあレベル5とか4でも全然いいと思います。で大事なのは、結構大事なのは、うん、やっぱこの回避性能かな。バルハルクはねめちゃめちゃ速くてバーンってこっちに飛んでくるんで、避けるのがね得意ではないこのスラッシュアックスは、この回避性能レベル3とこれですね、回復距離アップレベル2が結構生存のキーポイントになってくるんじゃないかなって僕は思います。まあ、これあることによって素早くローリングで回避できて高速変形で攻撃できるみたいなパターンが想像されるので、まあこれ結構いいんじゃないかなと思います。でまあ言わずともがな、高速変形レベル3は必要ですね。でここも必要かな。やっぱ初見のモンスター、強いモンスターはやっぱ気絶耐性レベル3を積んだ方がいいです。やっぱ気絶になってはい落ちたっていうのがやっぱモンハンあるあると思うので、まあそこかな。これが生存スキル。でもこの装備は結構いいと思います。生存スキルと火力スキルがね両立してるんで、まあ上手い人でもこの装備は結構使えるんじゃないかな。だからバルハルク用の対策のスラーク装備としては、まあこれが一番いいんじゃないかなって予想です。
まあこれがバルハルクの対策装備なんだけど、どうなんだろう、過去作と変わってくる可能性もあるので、しかもバルハルクがね、まだ来るって確定したわけじゃないのでわからないんですけど、まあ多分来るから、ぜひねスラーグ使いの方はこの装備を真似してみてください。で、5石ね、5石の難易度は高くないと思う。独属性強化レベル2、回復ラップレベル1、スロット2、1。まあスロ2とスロ1があれば作れるかな。うん、攻撃も入れるしって感じかな。最悪同じ5石がなくても多分代用できると思います。本当に難易度も高くないし、マジでおすすめの装備です。はい、次はキリンの装備に行きたいと思います。はい、それではですね、キリンの対策の装備を見ていきたいと思います。で、キリンはね、睡眠属性と火属性が結構有効な、有効ですね。で、キリンの特徴なんですけど、雷の攻撃をしてきます、キリンは。で、それを食らっちゃうと結構すぐ気絶したりして、しかも火力がね結構高いのでめちゃめちゃ強い固有です。で、肉質が結構硬いので心眼と鈍器使いを利用したスラークを考えてみました。で、使うのは火属性のスラークですね。で、まあ、キリンはワールドアイスボーン過去作の出てるんですけど、結構強いので、まあこれもね、生存と火力をうまく、まあ、利用した装備を作ってみました。で、上から、使うスラッシュアックスはリオレウスのスラッシュアックスですね。属性値が高くて、まあ強撃瓶なんだけど、まあ強撃瓶なんだけど強いです。ちょっと扱いにくいけど、まあ大丈夫だと思います。で、青ゲージがちょっとしか出てないんですけど、まあガンガン攻撃していって緑ゲージで運用する感じですね。青ゲージを伸ばさず緑で心眼鈍器使いで運用していきます。で、上からオロミド S ヘルム、カカチ S メイル、オロミド S アーム、オロミド S コイル、インゴット S グリールですね。で、花結びはこれ、強化の花結び三輪かな。で、五石なんですけど、これですね、スロットが2つ空いてればいいです。まあ、火属性攻撃強化レベル2、スロリなんですけど、まあ、難易度は高くないものを組んでいます。で、もっと神重がある人は、もっと強く、強い装備ができますね。まあ、詳しく見ていくと、こんな感じですね。武器の百竜スキルは属性強化比1を入れています。で、全身のスキルはこんな感じです。非属性攻撃強化レベル5、攻撃レベル3、見切りレベル3、心眼レベル3、鈍器使いレベル3、回避性能レベル3、気絶耐性レベル3、高速変形レベル3、強化持続レベル1、まあ攻撃化、これはおまけですね。で、上から見ていくと、まあ、火属性の武器を使うので、火属性攻撃強化は必須です。で、攻撃レベル3ですね。まあ、これも火力スキルかな。で、見切りは装備についてきています。で、大事なのはこの2つです。心眼と鈍器使い。で、キリンは硬いから、この心眼必須ですね。で、鈍器使いも必要。青ゲージを素早く切らして、緑ゲージで戦っていきます。だからこの2つは必ず、入れてください。で、回避性能レベル3。これは防具についてきていて、まあ、そうですね。キリンは結構攻撃範囲が広いから、うまくかわすときに回避性能が有効的になってくるんじゃないかなと思います。で、気絶耐性がレベル3。キリンはもうさっき言った通りね、気絶にめちゃめちゃなりやすい。だから気絶耐性レベル3は必須。で、まあ、高速変形レベル3。まあ、これは必須ですね。で、強化持続もおまけでついてくるので、まあいい感じかなっていう風に思います。で、お守り次第では、この攻撃がね、レベルね、5ぐらいまでいくかな。神おまを持っていれば、スロ2が空いてて、スロ2、スロ2、スロ1攻撃レベル2みたいなね。そういう神おまがあれば、もっと火力に振った、スキルをつけれることができます。で、まあ初見のね、人が多いと思うので、まあこれもね、あんまり火力にならずに、生存と、火力と両立をさせたっていう風な装備ですね。まあ結構これもいいんじゃないかなと思います。で、キリン勝ったことないよとか、キリン苦手だなっていう人はこのスラークをね、ぜひ使ってみてください。はい、それではですね、主人ヨーガのね、対策装備を見ていきたいと思います。まあ、主人ヨーガは多分 100% 出ます。 100% まあ外れたらもうコメントで叱ってください。はい。で、装備をね、もう、ちゃっと紹介していきます。あ、
主人ヨーガはダブルクロスのね、近雷光神ヨーガをモチーフにしていると予想しているので、まあそのダブルクロスのね、その神ヨーガの弱点とかを、ちょっと参考にさせてもらって作りました。で、あの神ヨーガね、氷属性が通るので氷のスラッシュアックスを使っています。このバルサダオラ1かなは、クシャのスラクですね。まあ、特徴は言うと氷属性がすごい高くて、でまあ青ゲージとで攻撃力はまあそこそこで、強撃瓶だね、強撃瓶だから少し扱いにくいけど、それよりも属性値が高いからこれはおすすめかな。このスラクは氷の中でフォールドラッフェもあるけどこっちがいいんじゃないかなって僕は思います。はい、で上からまあオロミド S ヘルム、オロミド S メイル、レウス S アーム、ジャナフ、エスコイル、インゴット、エスグリーブ、で、毎度おなじみ、強化の花火、三輪かな？読み方わかんないけど。で、五石はこんな感じですね。ちょっと難易度が高いかも。今までのと比べると。高速変形レベル1のスロ2が2つ欲しい。まあ、今自分が使ってるのはスロ3、スロ2なんですけど、まあ、スロ3の装飾品はつけないので、高速変形レベル1、スロ2、スロ2があれば作れます。少し難易度が高いかな。まあでも、スラーグ使いでは持ってる人が多いんじゃないかなと思います。もう持ってない人は、ナルハ、タタ姫をね、ぜひ周回してみてください。動画も上げてるのでね、そっちも見てください。はい。まあ、宣伝はこれくらいにして、そうですね、装備詳細を見ていきますね。はい。スキルなんですけど、こんな感じです。全身のスキルは攻撃レベル7、氷属性攻撃強化レベル5、技物レベル3、強化持続レベル3、高速変形レベル3、見切りレベル2、回復性能レベル1、回復量アップレベル1、で、ボマーはまあおまけですね、これは。まあ攻撃レベル7、もうこれは火力ですね、氷属性攻撃強化とともに。今までの2体と違って多分百竜夜行のクエストなので、まあ、落ちてもね、そこまで問題がないので少し火力寄りに作ってみました。で、技物レベル3ですね、青ゲージが少し短いので技物をうまく使いつつ青ゲージを維持して戦っていくっていう風な戦いになります。で、強化持続、まあ強撃瓶でせっかく溜まったね、高出力ゲージを、まあ、維持していくっていうのが目的です。で、高速変形レベル3、まあこれはもう必須スキルですね。で、回避性能と回復力アップをつけています。やっぱ、これが今回の生存スキルかな。神ヨーガの攻撃ね、バーンと結構ボーンと広くくるね、攻撃が多いから、この2つがあればね、うまくスラッシュアックスでもかわせるんじゃないかなと思います。かな。まあ、で、この装備なんですけど、見てほしいです。なんとね、脅威の属性値50。見てください、右上。氷属性50なんですよ。だから、結構、こう氷通るんじゃないかなって、だからすごいそのクシャルダーロのスラーク面白いなと思います。ここまで属性値が高いスラッシュアックスってなかなかないんじゃないかなと思います。だからホールドラフェ派の人もこっちをね使ってみてください。多分結構強いと思います。で、入れ替え技なんですけど全部これですね。飛翔龍拳、属性回復フィニッシュ、突進縦切りな、うん、こんな感じですね。はい、はい、装備紹介していきましたけど、まあね、多分バルファルクは来るんじゃないかなって感じですね。そこだけ当たればいいかなと思います。まあこの3つをね、ぜひね、次のアップデートまでに作ってみてください。で、結構ね、難易度もそこまで高くないと思うのですごい参考になるかなと思います。はい、ということで、今回の動画を終わります。ぜひね、チャンネル登録と高評価とかコメント、まあよろしくお願いします。はい、じゃあモンハン頑張ろう。バイバーイ。